シールドは何かこだわりや好きなブランドはどこかございますか？ゾマー警部です。ゾマーの、コロネルインクレディブルっていうやつ使ってます。こだわりはエフェクトボードにつなぐとこは2メーターでいって、エフェクトボードからアンプやるやつは4メーターぐらいにしてます。やっぱり5から音変わるで、いきなりというか5からちょっとあれっていうぐらいの、劣化するんで、なるべく短く、まあ 2ぐらいがいいかなと思ってやってます。まあ2か3か4にしたらいいです。でメーカーはそんなこだわってないです。モガミの2425ってやつも使ってます。はい、でたまにベルデンも何種類用意してます。ちなみにフレットは大きさとかこだわりありますでしょうか？フレットもこれめちゃめちゃありますよ。ジムダンロップで言ったら6105ってやつこれつけてて、これはまた違うやつつけてるね。これは6、ちょっとねもう型番忘れましたけど6230やとか、なんか、細いやつ使ってます。でこれは高いやつ、細くて高いやつ使ってて、これこっちは細くて低いやつかを入れましたね。これこっちジェスカーです。でこっちジムダンロップでも、まあジェスカーのニッケル6105が一番僕はここにつけてたんです。この1個前の時に、6105のジェスカーニッケルステンレスじゃないヤホー、それはが僕は一番しっくりきてますけどね。ピックにこだわりあるんですか？僕にとっていいピック最近開発して使ってます。これめちゃめちゃいいです。これです。はい。こういう、これ僕モデルのピックなんですけど、最近作りました。ネットショップで売ってるんで買ってください。これまあこだわりはまずセルロイドですね。セルロイドでティアドロップで薄さ、厚さは 0.75mm ですね。これでまあそこまではね、いろんなメーカーあって適当にその辺選んで使ってたんですけど、まあこれのいいところは普通のピックからするとちょい1ミリぐらい長いですよ。実はこのね長さ僕の中ではすごい重要で、結構ね僕ピッキングするときってこうやってここの長さめちゃめちゃ調整するんですね。この持つ握るこの、まあ野球とかで例えばバットを長く持つか短く持つかっていうのを1音ずつこうやって変えてるんですよ。実は短く持ってみたり長く持ってみたりしてこの弾いてる時に変えてます。でなので僕この長さが長い方が好きなんですよ。これ長さ、はい、普通のピックあるかな。普通のピック、今これ今普通のピックで出しました。普通のティアドロップですね。でこうやって合わせると1ミリぐらい違います。1ミリぐらいこれ長くですね。この長さが僕、いいと思ってこれにこだわってますね。だからちょい長いやつを使用して、こういう感じでやってます。で持ち手をめちゃめちゃ一音ずつ調整しますので、ピックめっちゃこだわってます。はい、まあでも別に普通のでもできますよ。普通のでもできるけど、より自分にとっていいやつを、まあ、開発したっていう感じですね。プロリバーブを手に入れようと思ったのはなぜですか？探してたんですけど、ヴィンテージなんでそんなすぐに見つからなかないと思ってて、いたらですね、たまたま僕の知り合いがヴィンテージ集めてる知り合いが売るからどうやって言われて買いました。もうそんなもんですね。巡り合わせですね。でまあその時は僕の知り合い知り合いの別に楽器屋さんとかじゃない普通の人なんで、まずその人の家に行ってまあ喋りながら1時間ぐらい弾いて試奏して、1時間ぐらい試奏しましたね。でまあ修理したり、まあ、オーバーホールとかちゃんとして手入れしてる状態で音も良くて、で25万かな、
当時25万って言ってたんで買いました。良かったと思いますね、それも、はい。でまあ実は、ね、同じ人から、このデラックスアンプっていうのも買いましたね。プロリバーブのセッティング、364 2.5 です。ボリューム3、トレブル6、ベース4、リバーブ 2.5。 今まで弾いたギターで印象に残っているギターなんでしょうか。いっぱいありますけど、今最近上げたアップしたやつの中で言うと、もう完全に54ギブソンレスポールジュニア、これすごかったですね。モーグのやつが一番いいですね。音太いですこれ、はい。他のやつ、他のやつも5、6個以上使ってますけど、はい、リングムジュエタが一番いいと思います。まああとは、はい、これめっちゃいいです、リングムジュエタフリークエンシーアナライザー、エレハモです。エレハモフリークエンシーアナライザー、これがまあライブの時はこれです。モーグはちょっとでかいのと、バイパス音が悪いので使ってないです、ライブでは。レコーディングみたいな時は使うんですね。でこれはバイパス音めちゃめちゃです。あのね、エレハモはほんまにバイパス音がいいんで、もう僕飛び道具はエレハモばっかですね、はい。ただ唯一の欠点はこれがアダプターが 40V なんです。 40V の、 あのアダプターってないでしょ、普通ないというか、だからこれに付属したアダプターしか使えないので、ペダルボードのそういうパワーサプライで40出せるっていうのも多分ほぼないんで、あのめんどくさいです。でも唯一の欠点それだけです、はい。今まで弾いた中でこれはすごいってアンプは何ですか。アンプ、まあここにあるやつ全部すごいから残ってるんですけどね、一応売らずに売らずに残ってるから一応すごいんですけど、やっぱあれじゃないですか、1968年製のプレキシマーシャル1987かな、あのイングベが使ってたんですね、プレキシ。あれもめちゃめちゃいいですね、あれ。YouTube にいっぱい残します。プロの方でもライブの時にオーバードライブ一つでやってしまう時ってあるんですか。ありますよ。オーバードライブも使わない時もありますし、一つだけの時もありますし、とギターとアンプだけあればライブできてしまうんで、はい、今みたいな感じ。今はまあルーパーは入れてますからね、はい。だからオーバードライブ別にいらない時もあります。ただまあ自分のオリジナルでどうしても使いたいとことか、この音出したって決まってる時に持っていくだけですかね。プロって言ってもなんか誰かに求められてあのやってることってほとんどないです。あの自分の音楽、自分のやりたい音楽だけやってるだけなんで、あの求められたことないんで。求められるっていうのは要はアーティストにギター弾いてくださいって頼まれたりしたことって、まあ、昔はありますけど 今はほとんどないんで、そういう現場は、行ってないっていうことです、はい。もう自分のやりたいことしかやってないんで。